こんにちは、チャンネルダットの時間です。大事です。アスカです。はい、サクです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、ちょっと今あのネットフリックスで、はい、めちゃめちゃあの流行ってるの知ってます？極悪女王。うんうんうん、ね、さっきちょっと話してたらアスカちょっと見てる。そう、ちょっとまだ途中なんですけども、ちょっとだけ見ました。はい、ね、なんかすごいすごい人気で面白いっていう。うん、面白いです。まあ、あのダンプ松本、そうですね、ね、極悪同盟のね、ボスのダンプ松本がリリアン・レトリバーさんがやって、はい、主役で、うん、でクラッシュギャルズ、はい、ね、あれそう、唐田さんと剛力さん、あ、そう、あ、そう、剛力さんか、はい、そうだね、その2人がやってて、はい、で今その、第5話ぐらいしかないらしいんですけど、まあ、すごい今人気で、あの超盛り上がってるということで、はい、今日はですね、そういう女子プロレスラーのランキングをやっていきたいと思います。おー、はい、はい、はい、まあ昭和の方でね、今日はやっていくんですけど、昭和女子プロ、うん、はい、まあ、とにかくその極悪女王、はい、面白いということで、俺もね、ちらっと YouTube でいろいろ情報は得てるんで、いや、面白いです、面白いです、はい、はい、まずランキングを発表していきたいと思います。はい、はい、はい、そんなわけでね、今日はね、ちょっといろいろ一人一人、5人せっかく発表するんで、一、うん、人ずつ説明していきたいから、あの、うん、女子プロレスラーの解説、まあ、解説といえば、当時ね、あの全日本女子プロレスっていうのがあって、うん、そこが、はい、あの、そこしかなかったんです、女子プロってね、うん、で、女子プロって、初めキャバレー周りとか、ストリップ劇場とか、うん、そういうところで興行して、それがだんだん大きくなって、うん、全盛期、クラッシュギャルズ全盛期じゃないかな、ビューティーペアっていうのがまずあって、ね、もっとそうですね、あって、その前もあったけど、俺のまあ記憶でもビューティーペアからか、はい、でクラッシュギャルズが出てきて、まあ、そのこう後にも続いて、はい、で前女っていうのはいろいろあって倒産しちゃってなくなって、今現在はいろんな団体がこうあるということなんですけども、今日はその中でね、極悪女王がめちゃめちゃ今バズってますから、うん、あ、本当あやかっていきたいと思います。、はい、じゃあまずね、第5位いきますよ。はい、第5位はこちらです。ダンプ松本です。おー、はい、いきなりダンプさん、はい、ダンプさんも主役出てきました。はい、そうなん、なるほど、はい、じゃあお願いします。ここでね、説明を入れさせてください。あ、はい、金髪と奇抜な、ペイントメイクでカリスマ的人気を誇ったダンプ松本選手、うん、ブル中野さんらと極悪同盟を結成し、うん、女子プロレスブームを牽引しました。1980年に全日本女子プロレスでデビューすると、1984年人気沸騰中だったクラッシュギャルズと凄まじい抗争を繰り広げます。長与千草さんとは敗者紙切りデスマッチを敢行し、会場には女子中学生の悲鳴が響き渡りました。芸能活動も行い、リングの上とは異なる愛嬌たっぷりのキャラクターで、お茶の間の人気者に、60歳を過ぎた現在も極悪女王としてリングに上がり続けていますということですね。はい、これが、まだ今やってるんですよ、まだ今全然、うん、いや、すごいです、ね、すごいですよ、あの頃の方がね、集まってね、結構やられてるんですよね。はい、あ、ほんと、ちょうどね、第5位で入っていったんで、うん、まあね、ちょうど良かった、流れ的に良かったね、なんかね。いや、でも結構本当にシーンもなんか再現されてて、うん、あ、そうそう、本当に紙切りデスマッチとかそうやあるんだよね、ありますよね。そう、ほんと、長千草ってのとの友情から、はい、だんだんこの向こうが売れていって、あ、これあんまネタバレしたらまずいけど、まあ、そんな細かく話さない、ネタ向こうが降りてって、うん、自分も、まあ、チャンスに勝ててヒーローになってっていう多分話なんで、うん、多分すごいで、最後引退のところまでやってるのかな。 ありますね、引退のところの、はい、あの感動的な、55年組、あの人たち55年組なんですけど、うん、55年組のその4人が最後タッグ、長与千草とタッグ組んで、うん、戦うと思うんですけど、はい、そんな感じだと思います。見てません。はい、私、ネットフリックス入ってません。情報だけ知ってます。はい、じゃあ第4位いきますね。第4位こちらです。長与千草です。おー、はい、続いてできましたよ。はい、長与千草さん、説明させていただきます。はい、女子プロレスラーの、女子レスラーのカリスマの一人、長与千草、うん、ライオネス飛鳥さんと運命の出会いを果たし、うん、クラッシュギャルズを結成すると、1980年代の女子プロレス界を、設定しました。それまではあまり見られなかった女子選手によるストロングスタイルを貫き、極悪同盟との抗争にファンは熱狂、ダンプ松本選手らに反則攻撃を受けるとファンは助けてあげてとばかりになって叫ぶほどに、チコさんのようになりたいという女子から、全日本女子プロレスに弟子が殺到したそうです。
芸能活動も行い、炎のバイブルなどのヒット曲を連発しましたということで、これがあれです、長与千草さんの説明ですけども、まあ、今でもねマーベラスって団体を立ち上げて、あの更新の指導というか、まあね、はい、得られる団体やってね、そこにまあ多分松本が出たりとか、結構ほらブルー中野さんがほら YouTube で結構人気があるじゃないですか、いろんなその昔の人との対談みたいなのがあって、はいはい、今極悪浄土城のあれもあるから結構あの見てる人多いと思うんだよね、いろんな今でのトークとかその頃の話とかも聞けるんで、はい、見てると面白いかなと思います。はい、はい、じゃあ第3位いきますよ、第3位こちらです、マッハ文明。ちょっと古いね、俺もちょっともちっちゃい頃なんであんまり覚えてないんですよね、でも多分この方が多分もうレジェンドみたいなもん、まあそうですね、この方が多分一番初めに人気になったんじゃないかな、ちょっと簡単に説明しますよ、歌手発掘番組スター誕生の決勝に残るほどの歌唱力を持っていたマッハさん、その時は芸能界デビューはなりませんでしたが、決勝にはあの国民的歌手山口百恵さんも出場していました、1974年に全日本女子プロレスでデビューを飾ると、華やかなルックスと174センチの長身があっという間に女子プロレス界の人気者に、後のビューティーベアやクラッシュギャルズ売り出しの雛形になります、タイトルも獲得し人気続くともに絶頂の1976年、デビューからわずか2年8ヶ月でプロレスを引退してタレントに転身、マッハさんがいなければ1980年代の女子プロレスブームは訪れなかったと言われていますと、ね、まあまあもうレジェンド中のレジェンドですね、伝説ですね、俺はね、俺がこの俺でももう本当に記憶があんまないぐらいちっちゃい頃なんで、ちっちゃい頃ですよ、だってちっちゃい頃ですよ、本当もなかったんですね、すごい、どうそうみたいな、まあそのなんかタレントで活躍してる、活動してる方が覚えてるとか、プロレスしてる方がもう覚えてない、だって俺だって何歳、2歳、3歳とかですからね、もう全然覚えてないんで、そんな感じですね、はい、じゃあ第2位いきます、第2位はこちらです、北斗晶です、鬼嫁です、デンジャラスクイーンから鬼嫁、現在はタレントとしてテレビに引っ張りだこの、北斗さんですが、前世は誰もが震え上がれる最強レスラーです、1985年に全日本女子プロレスからデビューすると、黒のメイクと竹刀がトレードマークとなり頭角を現します、必殺技のノーザンライトボムで凄まじいファイトを展開し、怪我をして懸命に戦う姿勢に感動するファンも続出しました、デンジャラスクリーンと呼ばれ、1993年4月に行われた神取忍さんとの壮絶な一戦は女子プロレス界の名勝負の一つです、北斗晶ですよ、まあ北斗晶もタレント、俺も今の方のねタレント、鬼嫁タレントって感じのイメージだと思いますけども、まあ本当人気のある本当花形選手だったね、ヒール、初めヒールだったのかな、ずっとヒールだったのか分かんないけど、そうね、実力者でとでね、佐々木健介さんと、ね、結婚されて、そうです、第2位とか、第1位は、分かんないでしょ、第1位、誰、分かんないよね、いっぱいいるよ、いっぱいいるみんなでもそりゃそうなんだ、ダンプさんとか出てきてる、出てきちゃったからね、そう、出てきてる、あれ最初にだけど、でも分かんない、誰よ、じゃあいきますよ、第1位はこちらです、キューティー鈴木です、ビジュアル化が進み、タレントやモデルのような美麗な選手が増えた現在の女子プロレス界ですが、団体数も少なかった1980年代にアイドルレスラーとして一時代を築いたのがキューティー鈴木さんです、1986年に旗揚げされたばかりのジャパン女子プロでデビューすると、女子プロレスラー最高の美女とも言われる人気者、出版した写真集は14冊、テレビやドラマにも多く出演しました、試合での打たれ強さと受け身のうまさの評価が高く、タイトルも獲得、人気実力をものにするただものではないアイドルレスラーでしたということで、まあ、ヌードとかもされたりとかね、そうですね、結構あの多分美人、なんだろう、今はまあ結構可愛らしい感じのレスラー多いかもしれない、そう、まあ、昔はまあまあでも今に比べればね、今に比べればあれですけど、ね、あれですので、ね、まあキューティー鈴木さんは多分確かにビジュアルの走り、そうですね、そうですね、そう最初の時はね、はい、まあそんな感じで、まああの振り返り今こう出しておりますけども、ダンプ松本さんが5位で、4位が長与千草さん、
第3位がマッハブミヤジで、第2位が北斗晶、第1位がキューティースっていうことなんですけども、はい、まあ、まだまだね、やっぱそれこそ俺なんかだと、結構縦のノリオ好きだったなっていう印象があって、縦のノリオさんっていたんですよ。そう、うん、クラッシュのあとぐらいに、その当時忙しくテレビ行っちゃってる頃に人気になった人とか、うんうんうん、あとさっきも出たあのブルナカノのやっぱりヌンチャクは結構印象が強いなっていうのがあるし、あとそうね、カンドリ氏のももちろんそうだね、そうだし、まあだからその頃だと、うん、その極悪女王の頃だと、まあ、ジャガー横田とか、はいはい、俺ね、ビューティーペアもプロレスやってるイメージじゃないんで、歌番組も、まあ確かに、確かにリングで歌ってるイメージしかない、ね、そのあとだからクラッシュダルズとかだよね、ちょうど本当年代的に見てたのがクラッシュダルズとかね、うん、だからジャガー横田とかも、うん、よく解説してたのも覚えてるし、はいはい、解説というか、解説にいたんだよね、で、絡まれたりね、そうなの、まあ、そんな感じで、今本当極悪女王流行ってますから、うん、皆さんね、はい、ぜひね、見てない方は見てみてください、そちらも、うん、またね、女子プロレスあれ見て、多分このこういうの興味持ったらいろんなね、多分懐かしい映像とかもあるから面白いと思うんで、うん、ぜひね、ぜひぜひ、見てみていただきたいなと思います、はい、ちなみに私は何度も言ってますけど、ネットフリックス入ってないので極悪女王見ておりません。はい、すいません、見てないし、多分今後も多分見ないです、すいません、見たいんですよ、言い切っちゃったけど、ネットフリックスに 入ってないんでね、まあ、見れない、残念、はい、見れない、すいません、チャンネル登録と高評価お願いします、また会いましょう。